ウラジーミル・ニコラエビッチ・ラムスドルフは、バルトドイツ人の家系に属する低政ロシアの政治家で、1900年から1906年まで、すなわち日露戦争やロシア第一革命などの大事件を含む重要な時期に、ロシア帝国の外務大臣を務めた。ウラジーミル・ラムスドルフは、ロシア帝国陸軍のキャリア官僚の子息であり、若年にあっては、貴族幼年学校に通った。 他の多くのロシア外交官と同様、彼はサンクトペテルブルクのチャールスコエセローリツイに入学し、1866年に政府官僚としてのキャリアを歩み始めた。1878年のベルリン会議ではロシア帝国の外務大臣であったアレクサンドル・ゴルチャコフの随行員を務めた。1884年には若き外交官としてロシアのアレクサンドル三世、 ドイツ帝国のビルヘルム・一世、オーストリア帝国のフランツ・ヨーゼフの三帝によるスキエル・ニエビツェ及びクロムニエジー主の会談に参加した。ゴルチャコフの後継者のニコライ・ギールス外相は、自らの講演者及び後継者としてラムスドルフを引き立てた。1880年代、彼は三帝教唱の支援者であったが、1890年の オットー・ホンビス・マルクの解任の後見解を改めた。1897年、彼は外務副大臣に任命された。彼は1899年にオランダのデンハーグで開かれた第一回万国平和会議において重要な役割を果たした。3年後に外務大臣職をミハイル・ムラビーオフより引き継いだとき、その外交政策には相当の継続性があったので、ある。 ラムスドルフの懸念は、主として、バルカン半島における、ロシア帝国の地位の強化、保護に向けて、東方問題を、いかに解決し、オスマン帝国の行政改革をどう進めていくかに、向けられていた。1九百二年後半、彼は、個人の資格で、セルビアのベオグラード、ブルガリアのソフィア及び、オーストリアのウィーンの地を訪れ、ニコラ・バシッチア・フリスとタた,たるチェフ、アゲノル、 マリア・ゴーホフスキといった人物、あるいは、その君主らとバルカン危機について語り合った。1903年9月、彼は皇帝ニコライ2世に同行して、ウィーンやミルツ,ツーシュラークを訪れた。ラムスドルフは、これらの地のスラブ民族主義を目の当たりにして、オスマン帝国の瓦解を食い止めることを願い、イリンデン放棄やそれ以外の内部、マケドニア革命組織の活動を厳しく非難した。 彼はまた、テオドール・ヘルツルによって推し進められたシオニストの大義については、同情的であった。ラムスドルフは、ロシアが東、アジアを支配する運命を背負った帝国であるという、ツァーリの信念を彼とは共有せず、ツァーリに対する、ベゾブラーゾフの徒党の影響を低減させるため、セルゲイ・ビッテ財務大臣や、アレクセイ・クロパトキン軍部大臣と協力した。1九百年、 新国で義和団の乱が起こるとロシアは満州に大軍を送り、そのまま満州全土を占領して、その年の11月、現地軍同士で密約を結んだ。ロキヨシの密約は1900年の年末には外部の知るところとなり、翌1901年初めには密約内容の一端が英国史、ロンドンタイムズによって報道され、列国も ロシアの動向に注意を払うようになった。ラムスドルフが外省に就任したのはまさにその時期であった。日本側の紹介に対しラムスドルフは、ロキヨシ二国間の案件であり、日本政府に回答する義務はなく、また満州でのロシアの地位は自衛の結果であると応答している。この密約については、李交省が即時調印を許さず、彼の意向もあって、サンクトペテルブルクで、 撤兵条件について協議することとなった。ラムスドルフは12カ条よりなる撤兵草案を2月22日に提出したが、それは全満州が深国に返還されるとしたものの、実際にはロシアの勢力下に置かれるというものであった。彼はこれがロシアの求める最小限度の要求であること深国側に説明した。しかし、英米日。 独の強い反対があり、列国協定方式による事態解決が定義されたこともあって、結局、ロシア側は4月の官報で一方的にロキヨシ交渉の打ち切りを宣言した。北進事変の講和条約が1901年6月に結ばれると、ロシアとしても満州撤兵問題に決着をつけなければならなくなった。 日本の小村寿太郎外相は理交渉死後の真の外交担当者であるは吉千川栄教を支援してラムスドルフとも激しいやりとりを交えたがラムスドルフはその交渉の中で日本国内の新聞の論調があまりに反路的なので緩和してもらいたいと小村に要請している。一方、伊藤博文も 日露協商の可能性を追求すべく1901年11月から12月にかけてサンクトペテルブルクを訪問し、ラムスドルフとは12月2日と4日の2回、ウィッテとは1回会談した。結局、ロキオシカンで満州カン条約が結ばれたのは日英間で日英同盟が結ばれた後の1902年4月8日のことであった。内容は 6ヶ月ごと3回に分けて1年半で全満州からロシア軍を引き上げるというものであった。ラムスドルフにとっては日英同盟の成立は外交上の痛手であり、2月12日に栗野新一郎中露講師が日英同盟の条約文を示した際、彼は驚愕の表情を浮かべ、条約中に戦争に関する条項があるのは遺憾であると述べている。伊藤博文が 日露合意のためにロシアを訪れた際も彼は東西鉄道の権益を守りイギリスとの衝突を回避するため大韓帝国におけるロシアの商工業利権を放棄して日本と妥協し日露合意を成立させるよう提案した。しかしロシア政府内は強硬派の意見が強く合意は成立しなかった。日露改善の結果として ロシア駐在の韓国の大臣は命令も資金もなしに取り残された。他の外交官たちは彼にお金を貸した。するとウラジーミル・ラムスドルフは韓国の大臣が紛争機関に資金提供を受けるよう指示した。感謝した韓国の大臣は急いでロシア艦隊基金に5ポンドを供与した。漫画家のリーダ・スタンリーはこのシナリオを2つの絵で描いている。 左の漫画は大臣が空のポケットを見せてブロキをまたは人もなしを宣言している。右はいくつものお金の入った袋に囲まれ椅子に座る大臣がデスクの上に足を乗せロシアを意味するヒゲの男にヒアー5と言って5ポンドの小切手を渡しているデスクの上にはペンとインクツボがあり彼は今まさに小切手を切ったばかりであることを示し 床のシャンペン容器は彼がすでに裕福になったことを物語るという漫画である。また、満州寒布条約が結ばれたにもかかわらず、予定された第二次以降の撤兵はなされなかった。クロパトキンはもともと、ロシアの勢力圏が保障されるまでは、ロシア軍の満州中流を継続すべきであるという意見であり、ラムスドルフやビッテとは、この点では対立した。そして、 日本との戦争を避けるために慎重な極東政策を支持していたビッテやラムスドルフらの発言権は弱まり極東における軍備増強を唱える元このエシカンのアレクサンドル・ベゾブラーゾフを中心とするベゾブラーゾフの徒党が皇帝ニコライにせいの信任を得て勢力を拡大させたそしてラムスドルフ、ビッテ、クロパトキンの知らないところで ベゾブラーズオフ一派のエブゲーニー・アレクセイエフテイトクが極東総督に任じられた後は特に彼はジンゴイズムに立つ軍部の強行路線から確実に無視されるようになりこのことが彼があたかも辞任したかのような状態を招いたことによりすべての出来事が日露戦争に向かう渦へと飲み込まれていったラムスドルフが公職にあった時期に起こった最大の事件が日露戦争である 戦争の間、ラムスドルフは彼の名優であるセルゲイビッテ伯爵の強烈な個性の影に隠れていた。二人は共に米国ポーツマスでの日露講和条約交渉に臨んだが、サンクトペテルブルクに戻った時、サーリが帝政ドイツとの間にビョルケ密約を結んでいたことを知った。イギリスに対抗して結んだロシアドイツ同盟計画が効力を発することがなかったのは、 彼らの努力の賜物であった。これにより、ラムスドルフは、ドイツの政府と、新聞、双方からの敵意を買うこととなった。サーリがビッテとラムスドルフの議論をもし聞かなかったと、したら、ヨーロッパ史全体そして世界史全体が異なったものになったかもしれない。ラムスドルフは、ドイツによる1906年モロッコ危機に際しては、同盟国であるフランスの支援に貢献したが、 これは後に、A、フッツ、ロの三国協商成立へ向けた足がかりとなったので、ある。1906年、ラムスドルフは、最終的に職務から離れるとき、ポツダムとバッキンガム宮殿の両方からバランスを取ったこと、つまり、英独間で遠距離の位置を保ったことを自ら誇った。彼は、ヨーロッパでのロシアの地位を、誰も他の人の腕に落ちるのを見たくない金持ちの花嫁、 に例えたラムスドルフのイギリスドイツ領帝国に対するはっきりとした冷静な態度は1904年10月のドッカーバンク事件やビオルケ密約に対する彼の対応ぶりで実証されたのである日露戦争での敗戦は帝政ロシアの維新低下を招きそれ以前からロシア社会を追っていた不公平や不平等への不満も 相まってロシア第一革命の動きが活発化した。ピョートル・スブヤ・トポルクミルスキー内相は解任され、新しい内相にはアレクサンドル・ブルイ・ギンが任命された。プルイ・ギンの案になるドゥーマは、指紋的なもので自由主義者たちを落胆させた。1905年7月の午前会議では、ラムスドルフは、州務委員長のポベドノスツフ、司法省、マヌーヒン、 農業省シュベネバフと共に、いかなる形でのドゥーマの解説も認めないという立場を表明した。なお、蔵商のウラジーミル・ココツェフ、教育省、グラーゾフ、陸省アレクサンドル・レディゲルは、氷結を棄権し、多数派は、プルイギア案に賛成して、ニコライセ世も、最終的にはそれを認めた。ウラジーミル・ラムスドルフの肖像・ラムスドルフの墓。 サンクトペテルブルク、スモレンスキールーテルハボチラムスドルフは、同時代の人々からは、温厚で品の良い、良き社会の男、とても広い額を持ち、柔和で、優しい物腰の男と説明されている。彼は結婚せず、子供も儲けなかった。彼の性的思考についての噂は、しばしば彼の性的によって悪用され、宮廷での彼の権威を弱体化させた。 アレクセイス・ボーリンの日記から特徴的な部分を抜粋すると、サーリはラムスドルフをマダムと呼び、彼の恋人、サビツキーを伯爵に取り立てる。ラムスドルフは外務省の廊下で30年間過ごしたことを誇りにしている。彼は同性愛者であり、すべての男性は彼にとってはお相手なのだから、売春宿の中で30年間過ごしたのと変わらない。 1906年5月の外省辞任により、ラムスドルフはロシア帝国国家評議会議員に認められた。しかし、彼は人生の残りの数ヶ月をイタリアのリグーリア海岸で過ごすことを選び、1907年3月、サンデーモで62歳の人生を閉じた。墓地はサンクトペテルブルクのスモレンスキールーテル派墓地にある、外国からの叙勲。ありがとうございます。